久保さん日本のカードを使いにしましょうか。日本のカードを使い。この前ね、レベゼン地球さんの切り取りをちょっと見たんですけど、いや、お前、おおあの言っちゃ悪いけど、お前ら言うよ、みたいなあの。日本に生まれただけでめちゃくちゃチャンスあるやんけ、みたいな。いや、他の国だったら、もう生まれた瞬間から食うもんもなくて、安いあの麻薬みたいのを売って、ぼーっとして、過ごすみたいな。 で配していくみたいなそんな国もあって日本に生まれただけでめちゃめちゃいろいろできるやんと。ねな,なんかその、ね、いやもう空腹を空腹を抑える空腹がもう抑えるために訳する薬物を投入する安いボーっとするその人たちに夢を語るチャンスがあるよって言ってもあれだけどそうじゃないよねみたいな。 もう日本に生まれただけでめちゃめちゃラッキーやんみたいな。みたいなこと言ってて、まあそうだよねっていう <laughs>。まあ僕もね、まあたまに言ったりするんですけど、本当その通りだと思うんですよね。うん。だどこと比較するかによって全然変わっちゃうんですよね。だから地球の中でいろんな国があります。そこと比較したらどうですかって話ですよね。だから僕が印象的だったのが、やっぱ中学校1年生ぐらいの時に見たドキュメンタリー番組の あれでなんかその子はまあそのアフリカかどっかの国で貧乏の国だったんですけどあの,あの生まれた瞬間からお金がなくてで6歳か5歳か4歳かもうそれで働いてるんですよでちっちゃいからい井戸真っ暗な井戸井戸を掘り続けるみたいなあの仕事をずっとしてるんですよねで、まあ、命の保証もないですで,で飯も食うもないで喉も渇くでその僕が印象的だったのが 喉乾いた時にどんな水を飲んでるかっていうとそのい泥水なんですよねそこら辺にある泥水をこう普通にこうやって飲んでたんですよで食うもんもないとであの飲み水は泥水ですねそれ見た時に,に、まあ、僕も僕の家も貧乏だったんですけどなんかこういう国もあるんだなみたいなお俺貧乏思ってるけどなんか幸せなんだなっていうのはねすごく感じましたけどね 本当、見渡せばいっぱいありますからね、そんなの。だけど、なんか、ぶっちゃけ言うと、日本のこの平和にあぐらかいてる人が多すぎるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、それはいろいろ環境ありますよ。いろんなあると思います。その日本の中にもね。でも、それは日本の中っていうそ、その、その視点でだけであって、世界を見ると、もっと過酷なところで生きてる人はいますから。うん。だって、少なくてもね、YouTube を見てるってことは、デバイス持ってるはずじゃないですか。 それだけですごいでしょうね。<laughs> 何でもできるじゃないですか。今、スマホがあればね。スマホがあれば本当に今何でもできますよ。やろうと思えば。いってらっしゃい。